つまりこういうこと。パパは線路の上を車で走ってトンネルへ。閉鎖された地下鉄の駅で車を止め、トランクに入ってたママの死体をメリーゴーランドに運んだ。まだ沖浦がそうしたとは言ってない。車を運転してたのは別の誰かという可能性もあるし。そうだよ、そうに決まってる。いずれにせよ犯人が地下鉄の線路を使ったのは間違いなさそうだ。現場の付近に車を止めた形跡がなかったのはそのため、地下鉄の駅に停車したなら監視カメラに映ることなく死体をメリーゴーランドまで搬送できる。パパはやってない。さあどうだろうな。とにかく沖浦から事情を聞きたい。そのためにこうして。水木、もう一度聞かせてくれ。メリーゴーランドで見かけたあの人影は。違うよ、絶対に違う。パパじゃない。断言できるか。わからないけど。水木、お前にナイルしてきたのは沖浦だ。え、なんで。俺には性格は悪いが正確な調査を得意とする相棒がいてな。そっちに調べてもらった。前半は余計だ。送信時刻は夕べの8時5分。文面はこうだ。水木、パパは大変なことに巻き込まれてしまった。今すぐブルームパークのメリーゴーランドに来てくれ。助けてほしい。お前の力が必要。そうだよ、確かにパパの携帯からナイル。でも言ったらパパが疑われちゃうんじゃないかと思って。それで黙ってた。うん、パパが私を頼ってくることなんて今までなかったし、どうしても行かなきゃと思って。それで王太を誘って現場に。ブルームパークは立ち入り禁止区域として指定された川崎地区の中にある。ホームレスやゴロつきの連中がうろついていて、あの辺り一帯は無法地帯に。さすがの水木でも一人で行くのは心細かったんだろう。確か1週間くらい前、レムニスに遊びに行った時に偶然。何か変わった様子は。特になかったよ、いつもと同じ。お前がいた病院には来なかった。確かに不自然だな。覚えてないよ、だいぶ前のこと。伊達の方はどうなの。電話かけてみればいいじゃん。かけたよ、さっきもかけたし。夕べから何度も出ない。でも違うんだよ。ナイルはパパが送ってきたんじゃないんだ。きっと誰かがパパの携帯を使って。車と同じだよ。ブルームパークに行った車はパパが運転してたわけじゃない。別の誰かが。多分犯人が。もしもそうなら最悪の事態が想定される。携帯も車も沖浦以外の人間が操っていたのだとしたら。伊達、ボスから電話だ。繋いでくれ。さっき相棒から報告を受けたわ。沖浦が怪しいんだって。まだ分からん。私もそうじゃないかなと思ってたのにね。だって行動が不自然でしょ。水木に
会いに来るでもなく、電話をかけても繋がらず、事情聴取を受けてからどこに行ったのかもわからない。おまけに翔子殺害時のアリバイもないのか。キューラの自宅だ。ああ、だったら行っても無駄よ。近くの署員に向かわせたけど、もぬけの殻だったって。じゃあ、オキューラはどこに。オキューラは、確か所轄の警察署で事情聴取を受けたんだったな。ええ。なんでその場に留めておかなかったんだ。それはしょうがないんじゃない。オキューラは容疑者でもなんでもないんだし、アリバイがないだけで交流なんてできないわ。ボス、もろもろ了解だ。何か分かったら連絡してくれ。ええ、そっちもね。キューラのやつ、一体どこに。サンポケ。え？もしかしたらサンポケにいるかも。そうか、サンフィッシュポケット。おキューラから聞いたことがある。芸能プロとは別に、確かそんな名前のメイドカフェも経営してるって。伊達、場所を特定した。ここから北北東に10キロ、秋葉原だ。そんな。ひどい顔ね。寝てないの？友人が殺されたんだぞ。この状況でぐっすりと眠れるほど図太い神経は持ち合わせてない。
僕がここにいちゃいけませんか。いけないってことはないが。沖浦が殺された件でボスといろいろと話を。そこに伊達さんがやってきて現在に至るというわけです。立て続けにあんな事件が起こったんですよ。ヘラヘラと笑ってなんかいられませんよ。沖浦の死体からは左の眼球が抜き取られていました。ああ、翔子の死体からもな。もしかして伊達さん、あなたが犯人だったり。あなたには左目がない。それであなたは他人の左目を奪おうと。なんてね。冗談ですよ。疲れてるんだ。妙なことを言うな。そういえば伊達さんが左目をなくしたのは6年前でしたね。ああ、だが当時のことは何も覚えてない。俺は左目と同時に記憶も失ったんだ。その1年後、私は空っぽになったお前の左の眼下に移植されることになった。したがってお前とはかれこれ5年の付き合いということに。今病院で眠ってるわ。目を覚ましたら様子を見てカウンセリングを始めるそうよ。そうか。母親に続いて父親までも立ち直れるといいんだけど。当たり前でしょ。お偉方との話し合いにマスコミ対応、まだ山のように仕事は残ってるわ。小休止でやっと一息ついたところなの。第一発見者の伊達くんなら分かってると思うけど、沖浦が自殺したって線はほぼゼロね。沖浦は間違いなく何者かによって殺された。左目が抜き取られていたことから翔子の事件と同一犯の可能性が高いわ。連続殺人ってわけか。第二サイクロプス連続殺人事件。本庁の方に捜査本部が設置されてそう名付けられたんです。第二って。前にも似たような事件があったんですよ。ピュータ隠していても仕方がないでしょう。簡単にバレることです。テレビでもネットでも今はその話題で持ちきりですし、6年前の事件の犯人サイクロプスがもう一度現れたんじゃないかって。6年前。それってボスが言ってた。はあ、しょうがないわね。今捜査本部の方では6年前の事件のことを第一サイクロ事件って呼んでるわ。今回の第二の方と区別するためにね。事件が発覚したのは6年前の10月、秋川渓谷の山中から4つの死体が発見されたの。腐敗の進行度から死亡した時期はそれぞれ別々であることが分かりました。その年の5月から9月ぐらいにかけて4人は異なったタイミングで殺されたんです。ただ死体には2つの共通点が。1つは全員若い女性だったこと。そしてもう1つは、4人とも右の眼球をくり抜かれていたんです。亡くなった後でね。死体が発見されてから数日後、マスコミ各社に犯行声明が送られてきたの。中には、自分がやった、彼女たちは仲間になったのだ、みたいな感じのことがダラダラと記されていて。声明の中で犯人は自らのことをサイクロプスと名乗っていました。そのことから事件はサイクロプス連続殺人と呼ばれるように。サイクロプスとはギリシャ神話に登場する
一つ目の巨人族のことだ。天空神であるウラノスと地母神であるガイアの間にできた子供たちで、卓越した火事の技術を持っていたとされている。その声明は本当に犯人が？間違いないわ。犠牲者が殺された直後の写真が一緒に同封されていたんです。いいえ、あれからもう6年も経つのにね。だったら今回の事件もそいつがやったんじゃ？それはありえないのよ。なぜ？1、第一サイクロ事件で殺された4人は全員女性だった。でもオキューラは男性でしょ。2、被害者の顔から抜き取られていたのは全て右の眼球だった。だけど証拠もオキューラも。奪われていたのは左の眼球。さらに目玉を取られたタイミングも異なります。第一の方では4人が死亡した後でしたが、翔子と沖浦は生きている間に。だがそれだけじゃ同一犯ではないと断言することはできないだろう。他に根拠はあるのか？ごめんなさい、これ以上は言えないの。どうして？国家機密だからよ。なんだよ国家機密って。いいからこのことについては忘れて。昨日も言ったと思うけど、第一の件を知らなくても今回の事件を捜査することは可能よ。なぜなら第一と第二の犯人は間違いなく別人だから。相棒、第一サイクロ事件の捜査資料を。話している間にデータベースを漁ってみた。だがこれといってめぼしい情報は何も。ウェブの方も同じだ。様々な推理が載っていたが、いずれも信憑性に欠けるものばかりで有益な情報は見当たらなかった。くそ。今のところ私たちから話せるのはこのくらいね。そうか。伊達さんはこれから捜査に？ああ、もう一度沖浦の死体が発見された場所、サンフィッシュポケットに行ってみるつもりだ。ろくに寝てないんでしょ。捜査の前に仮眠でも取っていったら？いや大丈夫だ。行くぞ相棒。了解だ。伊達、車の加速がいつもより若干鈍い。トランクに何か積んだか？いや。じゃあ後部座席には？後部座席？みずき、ちょっと危ない。前見てよ前。だって今そのハンドルギュンってやったらどうなる？次の瞬間には死んどる。この中に変なもの隠してるでしょ。隠してねえから。
たてがいつも行きたい行きたいって夢見てるやつだね。コンパね。ねえ、だてエンジンの回転数を示すケーキってなんでタコメーターっていうの？タコは回転寿司であまり人気がないからぐるぐると回り続けるだろう。だからだ。伊達が車に乗る10分くらい前かな。鍵もかかってなかったし普通に乗れたよ。古い車が好きなのはいいけど鍵くらいちゃんとかけなよ。それができないならオートロックがついた車に変えた方がいいんじゃない？お前、盗っ人たけだけしいって言葉知ってるか？しかし水木の言っていることは正論だ。セキュリティに万全を期せないのなら私からも車の買い替えを進める。なんで俺が悪いみたいになってんだよ。うん、前みたいに喋れなくなったりはしてない。体勢がついたのかな。前回のシンクで伊達が水木の心の傷を癒したのが関係してるのかもしれないな。病院抜け出してきたの。もしかしたら今頃大騒ぎしてるかもね。連れ戻してやる。やだよ、やめてよ。病院なんかいても何にもならないもん。今から捜査に行くんでしょ。私も連れてってきっと役に立つから。お前みたいなチンチクリンが何の役に立つんだよ。だって被害者は私の実の父親なんだよ。現場で伊達が気づかないことも娘の私なら気づくかもしれないじゃん。だが、それに自分のパパを殺されたんだ。病院でじっとしてるなんてできないよ。はあ、仕方がない。連れてってくれるの？ただし捜査の邪魔だけはするなよ。またさっきいつもの独り言言ってたでしょ。あれ気持ち悪いからやめた方がいいと思うんだけど。水木は私の存在を知らないからな。ああ、アビスのことを教えちまった以上もう隠しておく必要もないんだが、説明するのも面倒だしな。気づかれるまでは黙っておこう。私はいつでも紹介される準備はできてるぞ。気が向いたらいつでも言ってくれ。婚前の挨拶みたいに言うなよ。しまった、また口に出して。だって病院行った方がいいんじゃない？ううん、私はじっとしてるのが我慢できないだけ。そういう妙な正義感っていうか中二病みたいなのはもう卒業したから。中二病を卒業って、お前まだ小6だろ。知らなかったのか？水木は一般的な同級生よりかなり精神年齢が高いんだ。最近はアドラーの心理学の本を読んでいるみたいだぞ。いや、その選手は十分中二病っぽいだろ。話すことがないなら無理して話しかけなくていいよ。そうか。ていうか伊達はもう大人なんだからそういうのはやめた方がいいよ。急に天気の話を始めるのって暗に自分は今話題に困ってますって言ってるのと同じだから。可愛くないだけで。なあ、オキューラについて聞かせてくれ。何でもいいから、何か捜査の手がかりになりそうなことを。パパのことってわけじゃないけど、パパから聞いたママの秘密なら。翔子の秘密？ママが投資会社の代表をしてたのは知ってる？ああ。その会社でやってたの
大掛かりな詐欺なんだって。詐欺？詳しいことはわからないけど、元から潰す予定で会社を作って、わざとそこに投資させて、いろんな投資家から結構な額を騙し取ってたみたいで。あの翔子が？うん。一人で？うん、もちろん一人じゃないよ。バックには暴力団が。面倒事はそっちの人に解決してもらってたらしくて。データベースを調べてみたが、その事件は一度も表立ったことはないようだな。その暴力団とやらが裏で事件をもみ消していたのかもしれん。別に元気ってわけじゃないけど。じゃあやっぱり病院に戻るか。送ってくぞ。そういう意味じゃないよ。まったく、なんで伊達はそんなに喧嘩越しなのかな。喧嘩越しじゃない、心配してるだけだ。だったらちょっと不器用すぎない？全然伝わってこないんだけど。たく、ああ言えばこういうな。そんなんだからお給らとも。伊達、パパとも。何？なんで？伊達ってデリカシーないよね。そんなんだからずーっと独り身なんだよ。お前のせいで小ぶつきに見られてんだ。本来だったらモテモテだっつうの。ま、いくらモテてもロリコンの伊達は嬉しくないんだろうけどね。誰がロリコンだよ。さらっととんでもない捏造するな。あー怖い怖い。ロリコンと車で二人っきりなんて人生始まって以来のピンチかも。俺はロリコンじゃないし、仮にお前が成長しても、お前みたいな性格のやつは眼中にないから安心しろ。はぁ、伊達にだけは性格のこと言われたくないんだけど。それはこっちのセリフだ。大人げないおっさん。かわいくないガキだ。伊達さん、お疲れ様です。その子は？捜査資料に目を通してないのか？あ、失礼しました。ここで発見された被害者の。そういうことだ。通らせてもらうぞ。耳が遠いのか？名前を聞いてるんだ。鏡と言います。鏡です。鏡だから鏡だって言ってるでしょうか。っていうか前にも教えましたよね。いえ、今日になって見つかったものは特に。いえ、ここ2日ほどはまるっきり。まあそうなるよな。事件が解決したらゆっくり休むといい。ええ、伊達さんもね。なあ君、名前は？だから鏡さんだってば。何度も聞くなんて失礼だよ。俺は鏡とのコミュニケーションを楽しんでるんだ。そうですよ、僕らの楽しみを奪わないでください。え？
樽の容量は20リットル。3つともビールが充填された状態で、重量は1つにつき、およそ25キロだ。死体が吊るされていたのはこのカウンターの近くだったが、司法解剖の結果、沖浦は死亡時に筋肉の弛緩によって腸の内容物を排泄していることが分かった。だが死体や店内にはそれらの痕跡が一切見当たらず、このことから沖浦はどこか別の場所で殺害された可能性が高いと考えられる。72キロの物体をここまで運んでくるのは大変だっただろうな。72キロ、沖浦の体重だよ。私は骨格や筋肉、脂肪のつき方から人間の体重を推定することができるんだ。相棒、昨夜発見された時の死体の様子、再現できるか？ああ、もちろん可能だ。司法解剖の結果、沖浦の体内からはベンゾジアゼピン系の薬の成分が検出された。これは鎮静剤等に用いられる薬物で、血中濃度が極めて高かったことから、沖浦は死亡する直前まで意識が不明瞭な状態にあったのではないかと推測される。眼球が抜き取られたのは被害者の生存中、証拠の時と一緒だ。考察か。そうだ。顔面には鬱血が、また口腔粘膜等には溢血点が見られる。どちらも考察された際に現れるものだ。凶器は？ねじられた布製のものと考えられる。犯人はこれを沖浦の頸部に巻きつけ、背後から左右に締め上げることで沖浦を窒息させたのだろう。具体的な死因は頸部の血管閉鎖による脳循環不全。簡単に言うと、犯人は沖浦を後ろから布製の何かで絞め殺したってことだ。死亡推定時刻は？昨日土曜日の午後8時頃。俺と水木が死体を発見した2時間ほど前か。死体の発見時刻は昨夜の10時20分。第一発見者は言うまでもなく、伊達と水木だ。沖浦の死体は天井から釣り上げられた魚のような形で吊るされていた。フックが上顎に突き刺さり、フックにつながれたワイヤーが天井の梁に渡されていた。ワイヤーのもう一端にもフックがあり、そちらはそれぞれ3つのビール樽にかけられていた。ちなみに今のところ、どこからも犯人のものとおぼしき指紋は検出されていない。
1本あたりの容量は200リットル。空の状態での重量は20キロ。念のため、中を調べてみるか。あれは…中に何か入ってるな。どうやらこいつはオープンドラムのようだ。蓋を開くことができるタイプのドラム缶だな。あ、開けてみよう。これは間違いない。こいつは沖浦がいつもはめてた腕時計だ。だがどうしてこんなところに。槍ではなく、森と言った方が適切だろう。いわゆるトライデントというやつだ。こいつが殺害に使われたという可能性は？ないな。血の跡が見当たらないし、沖浦の体にも刺し傷はなかった。パスタ1800円。1800円？別に普通じゃない？普通なのか。何じっと見てんの？気持ち悪い。同感だ。特にこれといった進展は。相棒、昨日のエレベーターの運行記録を調べられるか。待ってくれ、確認してみる。見つかったぞ。記録は管理会社のコンピューターに自動送信されるようになっていた。それによると、昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間に、エレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。午後8時55分。その時乗っていたものの総重量は140キロだ。昨日の監視カメラの映像は？残念ながら見ることはできない。カメラを管理している PC から全てのログが削除されていた。バックアップは？存在しない。クラウドにデータを上げる仕様にもなってなかったようだ。これで気になるところは全部調べ終えたか。そうだな。新たな場所で情報を収集すべきだ。水木、もう満足したか？何言ってるの？まだ捜査は終わってないでしょ。だが何人か話を聞いてみたい人がいるの。伊達が知ってるかどうかは分かんないけど、黄金横丁って飲み屋街があるでしょ。パパはそこにある
マーブルってお店の常連だったんだ。そのお店の人ならパパについて何か知ってるかも。うん、散歩家の常連のオータンなら何か知ってるかもしれないし、そうだ、電話をかけてみるね。オータの携帯は故障中だ。水たまりに落としたらしい。まったくオータンはドジだな。話を聞くには本人を探すしかないな。多分レムニスか松下食堂にいるんじゃない。パパが経営してる芸能プロダクションレムニスケイトのタレントだし、それに前にこのお店で働いてたこともあるから。何か知ってるかもしれないと。待ってて、ちょっと電話をかけてみる。どこかイリスのいる場所に心当たりは？イリスは活動範囲が広いからな。レムニス、松下食堂、それからマーブルか。分かった、とにかく行ってみよう。うん。いらっしゃい、みずきちゃんよね、太田の友達の。うん。そちら様は。ああ、そういえばまだ正式には名乗っていませんでしたね。前回は警察の ID を見せただけだったからな。私は伊達と言います。伊達さんですか。それでご用件は。私とオータンは友達だからね。それで何度か。塩、胡椒、七味唐辛子と、それからこれは発酵させた真由美の汁って書いてあるね。黒田和明のすね肉を味噌に漬けたやつ。店って何なの。ねえ伊達、ビールのポスターってなんで水着姿の女の子が写ってるのかな。見てると喉が渇くからだろう。なんで。それはその、のサインがある。知らねえよ。
座布団とかけて水木と伊達の関係と解きます。その心は尻に敷かれているでしょう。山田くん、一枚持ってって。足の生えたボタン型のコーティングチョコだね。どっからどう見ても椅子だろ。そんな時計のことはほっとけー、なんちゃって。昨日も同じこと言ってなかったか。ああ、朝早くに出かけていったんですが、どこに行ったかまでは。そうですか。お手数ですが、太田くんが戻ってきたら連絡いただけますか。はあ、よろしくね、おばさん。ああ、わかったけど。だって、別の場所に行ってみよう。そうだな。うちは何でも美味しいけど、一番のおすすめといったらやっぱりオムライスかね。伊達、なんか食べてくん？いや、食欲はないな。お前の方こそ腹は大丈夫か？うん、私も何か食べられるような気分じゃないかな。そういえばどこに行ったんですかね。まあすぐに戻ってきますよ。ふらっと店を出てしまうのはよくあることなんです。そんな適当な感じで店の経営は大丈夫なんだろうか。もうお客さんたら褒めても何も出ませんよ。伊達ってロリコンなのにそっちもいけるんだね。どっちもいけねえよ。この人の知り合い？うん、ちょっと紹介してよ。ね、ね。受付嬢のくせに礼儀がなってないわ。いや、だが意外と悪い子ではなさそうだ。お前、知り合いっていうか、なんていうか。パリピって仲でしょ？パリピってないです。ウェイウェイ。おそらく最終的な判断をしたのはこの会社のトップだろう。お給料か。お
いたて、見ろ、オケラさんがいるぞ。わーいわーい、オケラさんだ。あれは断崖を登るうなぎってタイトルの絵だよ。どこが断崖でどこがうなぎなんだよ。ハイスツールだ。ここ？そらハイスクール。ピコーン。ピコーン。艦長。3マイル先に敵艦だ。それはソナーだ。見かけてないかな。オータンってあいつ受付嬢とも顔なじみなのか。オータンはああ見えてコミュ力があるタイプのオタクだからね。一番厄介なやつじゃねえか。ん？まあいい。とにかくオータンが来たら俺のところに連絡してくれないか。番号はここに。悪用されないことを祈るばかりだ。イリスってアセトンちゃんのことだよね。だったら地下のスタジオでウェブラジオの収録中だよ。あ、だから電話に出なかったんだ。急ぐんだったら声かけてみるけど、どうする？いや、終わってからで構わない。リリってなんだよ。知らないの？了解の略だよ。活字で総略すのは知っていたが、まさか口頭でもそのように表現するとは。それな。まさか自分の事務所の社長が殺人事件の被害者になるなんて思いもしないじゃん。一体どんな確率なんだって話。どうせレアなことが起こるなら宝くじが当たるとかにしてくれればいいのにさ。でもいいこともあってね、疎遠になってた地元の友達からたくさん連絡が来て、なんか同窓会みたいな感じで楽しいんだよね。こいつこの事態を完全に楽しんでるな。そう、その辺の話はまだ全然だね。副社長が引き継ぐのかもしれないし、他の事務所に吸収されちゃうかもだし。せっかく就職できたのに潰れちゃったりしたらどうしようかな。ねえお兄さんってギャルに偏見とかある人？私こう見えて尽くす系だし、候補に入れてみたりしない？そうだな。じゃあまずはデートから。なんか引くわ。悪い、やっぱ遠慮しとく。
水木、移動しよう。ここに長居していても時間がもったいない。そうだね。じゃあ次はどこに行く？ここじゃない？正解だ。ん？もしかしてこのお店のこと知ってるの？ああ、沖浦と初めて会ったのもこの店だ。へえ、伊達もこういうところで飲むんだ。この店は特別なんだよ。裏社会に関係してる人間も多く通ってて、この店には自然とそういう情報が集まるんだ。だから半分は口実だけどな。うるさい。ん？さ、とにかく中に入ろう。あれ、誰もいないけど。相変わらずだな。昔からそういう店なんだ。しばらくしたらすぐにママが戻ってくるはずだ。不用心だね。次のニュースです。昨日の午後6時10分ごろ、東京都港区の首都高速道路都心環状線外回りで、大型トラックや乗用車など計5台が絡む玉突き事故がありました。警視庁は最初に追突した大型トラックの運転手を自動車運転処罰法違反、過失傷害の疑いで逮捕。事故の原因など詳しい事情を調べています。なあ水木、うちの冷蔵庫に入ってるあれ、そろそろ何とかしてくれないか？やだ。はぁ、一杯飲みてぇな。ダメだ、車だからな。お前が運転すればいいだろう。確かに私は運転ができる。車の操作システムにアクセスしてな。だが断る。なんでだよ。お前が酔っ払うとろくなことがないからだ。伊達ってさ、なんか深夜に変な番組見てるよね。女の子が全力で坂道を駆け上るやつ。あれ、どこが面白いの？全部。お前今、ビールを浴びるほど飲みたいって言おうとしただろ。そんなくだらんダジャレ、絶対言わせないからな。お前が言ってんだろ。
ねえ、伊達とパパはここでどんな話をしてたの？どんなか、毎回アルコールが入っていたから改めて聞かれるとどれもはっきりは。私は全て記録しているぞ。伊達が水木を預かるという話が出たのもここマーブルでのことだった。そうだったか。話し合いの場はそれから幾度となく設けられたが、その話が出たのはここが初めてだ。今から4年前、沖浦は酒の勢いを借りて伊達に水木を預かってくれるよう打診した。当時の沖浦は翔子との離婚、レムニスでの激務に追われ、精神的にかなり参っている様子だった。あの時恥を忍んで水木を伊達に預けたのは極めて優れた判断だったと言える。そうか。俺は今でもこの形が正しいのかどうかさっぱり疑問だがな。自信を持て。考えられるあらゆる可能性の中で最も正当な判断の一つだったことは私が保証する。ならいいんだけどな。別に。急にどうしたん？いや、疲れたらいつでも言えよ。いつ帰ってもいいからな。それ心配してるんじゃなくて鬱陶しがってるよね。遠回しに言うくらいなら素直に言ってよ。ま、言われても帰る気はないけどさ。こういうの？なんというか、一緒にテーブルの前に着くことだ。最近食卓を囲んでないだろ。この事件が落ち着いたらやっぱり夕飯は一緒に食うことにしないか。なんで？パパとママが死んだから気を使ってる？そういうの別にいいから。伊達、保護者ならここはもっと強く出てもいい場面だぞ。誤食の機会が多い子供ほど偏食、体調不良になりやすいというデータも出ている。伊達の作る食事は栄養面も十分考えられているが、水木がそれを全て食べているという保証がないのではただの徒労だ。だから嫌だってば。なんで？なんか伊達の箸の持ち方嫌い。イチャモンだろう。育ちがよく見える、綺麗だって評判だぞ。綺麗すぎてキモい。それに一緒に食べたって意味ないじゃん。どうして？だってだって別にご飯食べながら話さないでしょ。黙ってもぐもぐ食べてるの怖いし。善処する。いいよ、無理して話してほしいわけじゃないから。反抗期だな。難しい年頃だ。普通かな。そうか。うん。友達はいるか？普通にいるよ。でも小学校の友達は子供っぽいから、イリスやオータンといる方が楽しいかも。周りが子供なんじゃなくてお前が大人びてるんじゃないのか？そうかな。だって学校のみんな誰と誰がキスしたとかで数日盛り上がってるんだよ。そんなの本人たちの勝手なんだからほっとけばいいのにさ。最近の小学生は進んでるんだな。そう、普通じゃない？お前はそういうのまだないよな。うん、私はそういうのあんま興味ないかな。はあ。あらやだ、伊達ちゃんじゃない。久しぶりね。元気にしてたか？そりゃもう見ての通りビンビンよ。ピンピンだろ。そっちの子は？沖浦の娘だ。どうも。ああ、例の。それじゃあ、その大変だったわね。ニュースで見たわ。いえ。
ゃんのバカ、こんな小さい子を置いて何考えてんのよ。お給料について聞きたいんだが、時間いいか。泣いてばかりもいられないってことね。もちろんよ。私にわかることだったら何でも聞いてちょうだい。ここのお店、裏社会の人間も集まってくるって話だったけど、ママって一体何者なの？もう別に何者でもないわ。ただの BL 系の人よ。 BL？ ああ、BL 好きじゃなくって主体的、能動的に BL を実行する方ね。あはは。ママはこの店で情報屋みたいなことをやってるんだ。でも今回ばかりはお金は取らないわよ。その代わり、レンちゃんの仇しっかり取ってちょうだい。ああ、任せとけ。なあママ、そんな狭いところに挟まって何してるんだ？それは冷蔵庫よ。失礼ね。すいません。このビールで一つ勘弁してやってください。なんだよそれ。ビールではビール。聖セバスチャンの絵画だな。聖セバスチャンは敬虔なキリスト教徒だったが、西暦287年1月20日、時のローマ皇帝ディオクレティアヌスによる迫害を受けて殉教した。これはその時の様子を描いたものだ。どうしたの伊達ちゃん、その絵のことじっと見つめたりして。いや、なんとなく気になってな。なんで今さら。前からずっとそこにあるじゃない。そうだったか。そうよ、何年も前にレンちゃんからプレゼントされたんだもの。その時からずっと同じ位置に飾ったままよ。では夜になるとお酒も飲めるけど、こういうスナックみたいなお店は初めて。まあ小学生だし当然だな。パパには何度か誘われたんだけどね、なんか怖いから断ってたんだ。殊勝な判断だ。でも一回くらいは来たかったな。私が大人になってお酒が飲めるようになったら、パパと一緒にこういうお店。いや、別にそんなことないけど。取って食わないから安心して。私のターゲットは20歳以上65歳未満の男性だから。すごい守備範囲の広さだな。というわけで伊達ちゃん、あなたもその範疇に入ってるってことになるわ。聞かなかったことにしておこう。私もそのシチュエーションは見たくない。ま、悪くないわね。そうか、そいつは良かった。できるだけ長く続けてくれよ。馴染みの店が潰れるっていうのは
何とも言えない気持ちになる。ならもっと遊びに来なさいよ。伊達ちゃんだったらいろんな意味でサービスするから。金額的なサービスだけで十分だ。お清らについてきな臭い噂は入ってないか。誰かから恨みを買っていたとか、揉め事に巻き込まれていたとか。いいの？瑞希ちゃんの前で。大丈夫、覚悟はできてるから。だとさ。ならいいけど。レンちゃん、どうやら熊倉組とつながりがあったみたいだ。熊倉組って、この辺り一帯を仕切ってる暴力団な。そっか、パパも暴力団と。瑞希、翔子と関係があったのも熊倉組なんじゃ。わかんない、組織の名前までは聞いてないから。そっか。ここしばらくはご無沙汰よ。伊達ちゃんもレンちゃんも来ないから寂しくて干からびそうだったよ。むしろ破裂しそうな水風船みたいに見えるが。じゃあ試しにつついてみる。悪いが遠慮しとく。これは伊達ちゃんも知ってることだけど、あの時計事件は印象的だったわね。時計事件？覚えてないの？酔った伊達ちゃんがグラスを倒しちゃって、レンちゃんの腕時計びしょ濡れに。そしたらレンちゃん、これは命よりも大切な腕時計なんだって言って、劣化のごとく怒り出して。あんなに怒ったレンちゃん見たの初めてだったかな。それで、よく覚えてるなよ。その腕時計って、これのことか。これよこれ。でもなんで伊達ちゃんが持ってるわけ？もしかして現場に？その腕時計、レンちゃんが恋人からもらったものなのよ。交際の記念にって。恋人？あ、ごめんね、瑞希ちゃんの前で。ああ、大丈夫。でももちろん不倫とかじゃなくって、離婚した後のことよ。パパ、新しい恋人がいたんだ。場所は覚えてるわよね。ああ、外だろ。この店は狭いから外にトイレがあるのだ。え、だって外に出ちゃうの？私と二人きりになるのが怖い？いや、そんなことはないけど。ママ、瑞希を頼んだぞ。はーい、存分にすっきりしてらっしゃい。相棒、ボスに連絡してくれ。ああ、構わないが。どうしたの？小金横丁のマーブルって店に瑞希がいる。誰かよこして瑞希を保護してやってくれ。病院じゃなかったの？医者の目を盗んで抜け出してきたみたいなんだ。今まで捜査に同行させてたんだが、これ以上は。分かったわ、すぐに手配する。頼んだぞ。瑞希を置いていくのか？ああ、暴力団の事務所にあいつを連れていくわけにはいかないだろ。誰だてめえは。
場所を間違えたんならとっとと消えんな。わかった、それじゃあな。おい伊達、めんどくさいから嫌なんだよこういう連中相手にすんの。おい何をボケっとつったってやる。殺されてえのかてめえ。てめえ、申し遅れたがこういうもんだ。さつか。で、さつが一体何の用だ。その前に名前を教えてくれ。モーマだ。武田家氏馬と書いてモーマ。モーマか。いくつか聞きたいことがある。第二サイクロ事件については知ってるな。名波翔子と沖浦蓮樹が左目をくり抜かれて殺害された事件のこと。ええ、ニュースで見たよ。だがうちの組は何の関係もないぜ。殺に話すようなことは何もない。一丁前に PC なんか起き上がって、どうせエロ動画の再生にしか使ってないんだろうが。世界中の男性がお前と同じとは限らないぞ。ブロンズ製の竜が持ってる玉だけが金色だな。金色の玉？これだけ提灯が並んでるとはなんだか恐ろしいな。提灯怖い。提灯怖い。二度も言わなくていい。おい相棒、見ろ、ムササビが寝てるぞ。どっからどう見ても虎だが。ケッ、てめえに話すことなんざ何もねえ。この様子では話しかけても無駄だろう。なあ相棒、パーテーションじゃなくてパーティションでいいんだっけ。ああ、パーティションで合ってるぞ。何を言ってる。組長ならお前の目の前にいいんだろうが。え、俺がこの組の組長、熊倉モーマだ。いやそんなはず。熊倉組の組長はローハンって名前で。お前は組長じゃない。てめえ、うちの組長にケチつけるつもりか。伊達、調べてみた。先代の組長熊倉老藩は去年死亡している。ビルの屋上から飛び降りて自殺したらしい。自殺？だがモーマが跡目を継いだのはその年ではない。
それよりもさらに前、今から6年前のことだ。6年前。面識はない。ニュースで見たから顔と名前は知ってるけどな。翔子は投資詐欺を行っていた。そのバッグに暴力団がついてたって情報があるんだが。さあ、知らねえな。話すことは何もない。そう言ったはずだが。伊達、ちょっといいか。なんだ。そこに応接用のソファーがあるだろ。さらにソファーの前、同テーブルの上には灰皿が。それがどうした。どうも妙なんだ。状況から考えて不自然な形跡が。ソファーと灰皿に。一度サーモモードを切ってくれないか。ああ、別に構わないが。なるほど、タバコの銘柄はクラインか。今は銘柄なんてどうでもいいだろう。いや、こういうさまつな情報が後で生きてくる場合もあるんだよ。応接用のその書。あそこに誰。問題はいつまでそこにいたかなんだが。座面の部分はほんのりと赤いな。やっぱりか。何を言ってる。お前が今日初めての来客だ。もっとも招かれざる客だがな。嘘をつくな。ついさっきまであのソファーに誰かが座ってタバコを吸ってたはず。なぜわかる。わかるからわかるんだ。そういやさっきまでうちの門がソファーに。そこにいる組員のことか。そうだ。それはありえない。なぜなら俺がこの事務所に入ってきたとき。場所を間違えたんならとっとと消えんな。あ、誰だてめえは。二人ともあのソファーには座ってなかった。タバコも吸ってない。帰ったんだよ。何？確かにそのソファーには保険の外交員が座ってた。だがあんたが来る直前に入れ違いになって。いや、それもおかしい。俺はここに来るまでの間に誰ともすれ違わなかった。事務所の入り口は一箇所のみ。裏口がないのは分かってる。つまりそいつはまだこの事務所のどこかにいるってことだ。奥の部屋を調べさせてくれ。調べて何になる。来客に挨拶して。そんな奴はいない。だったら調べても構わないだろう。ダメだ、いいから帰ってくれ。よほど知られたくない人物がいるようだな、あの壁の向こうに。
ふむ、状況から言って奴がソファーに座っていた客人と考えて間違いなかろう。俺の愛獣エボルバーを使えばこの程度の壁ならたやすく打ち抜けそうだが、やっちまうか。こらこら、参ったな。例の物質が足りてないのか。あ、とにかく壁の向こうにいる人物は丸腰のようだ。この状況でエボルバーを使うのは感心しない。チッ、めんどくせえな。地元にエロ本が。何？もしかしてお前、俺を殺そうとした？ちょっと待て。エボルバーに炸裂弾を装填。右側にある竜の金玉を狙え。金玉？あれのことか。だがどうして？いいから私の言った通りにするんだ。悪いな、アイボ。助かったよ。全て私のシミュレーション通りだ。で、エロ本はどこに？アホ、そんなものが転がってるわけないだろ。お前はエロ本という単語を耳にすると通常よりも反応速度が 3.6 倍速くなる。その奇特な習性を利用したまで。なんだよそれ。もう大人なんだから、そんなおもちゃで遊んじゃダメでしょ。くっ。おい、そこに隠れてる腰抜け野郎、顔を見せろ。お前は。そう、確か国会議員の瀬島そうだ。なんでそんなジジイがここに。
中。待て、お前さっき唐突にネズミの鳴き真似しなかったか。ああ、可愛かっただろ。惚れ直したか。直すってなんだよ。この状況じゃ仕方がねえな。正直に言おう。さっき面識がないって言ったのは嘘だ。やっぱりそうか。お前ら熊倉組が将校をトップとする詐欺組織のバックに。ええ、騙した出資家とあいつが揉め事になった時はうちが話をつけてやってたんだ。思った通りだな。翔子がつるんでいたのも熊倉組だったんだ。あいつが高校生だった頃から世話をしていた。使い勝手のいい男でな、いろいろと仕事を手伝ってもらってたんだ。だが今はどっちかっていうと逆だな。うちの組の方があいつから仕事をもらってる。いや、もらってたか。もうあいつはくたばっちまったわけだから。どういうことだ。よくある話さ。あいつんとこの所属タレントが面倒事を起こしたらうちの方で丸く収めてやってたんだ。その仕事の中でトラブルが起きたことは。あいつは金払いは悪くなかった。揉めたことは一度もねえよ。先代の組長は去年飛び降り自殺で死んだんだってな。何が言いたい。別に、ただ話を聞きたいだけだ。先代の組長ロウハンは俺の兄貴だ。組織としての兄貴分でもあったが、血を分けた実の兄弟でもあった。今から6年前、兄貴は心を病み特殊な病院に収容されちまった。で、実弟であり舎弟でもあったこの俺が跡目を継ぐことになったってわけだ。俺から話せるのはそれだけだ。これ以上のことを知りたければ探偵でも雇ってくれ。熊倉組は宇治崎一家を本家とする二次団体の一つだ。その宇治崎一家の構成員全てが参加するゴルフコンペがあってな、昨日も一昨日も俺たちは全員その旅行に出かけていた。帰ってきたのは今朝のことだ。疑うならホテルの従業員に聞いてみるといい。伊達、早速だが調べてみた。ホテルの宿泊記録には確かに組員たちの名前があった。また監視カメラの映像にも彼らの姿が。熊倉組の連中が翔子を殺害するのは不可能だ。もちろんモーマも含めてな。仕事が一段落ついたところでな、家で骨を休めていた。アリバイはないってことか。いや、常にボディーガードをそばに置いていた。必要とあらばそいつらに聞いてくれたらいい。ボディーガードの証言は当てにならない。瀬島の不利にならないよう偽証する可能性がある。ああ、そうだな。熊倉組とは先代のローハンが組長だった頃からの付き合いでな、仕事で近くに来たのでちょっと立ち寄っただけだ。
お前が想像しているような怪しい交際なんかはないさ。だとしてもだ、暴力団と国会議員がこうして顔を合わせている、それだけでも問題だろう。確かに世間に知られればバッシングは避けられないだろう。だが私たちにやましいことは一切ない。それでも私を告発したいというなら好きにするがいいさ。もっともそんなのは三流週刊誌の仕事だと思うがね。レムニスケイトの社長か。そこまで懇意にしているわけではないが、仕事で何度か会ったことがある。政治家と芸能事務所の社長がどんな仕事で会うんだよ。確かどこかの企業が主催したパーティーだったか。よくある話だろう。関係者だけではむさ苦しいからと芸能事務所から若い女がよこされるんだ。顔を合わせたことがあるだけでどんな話をしたかも思い出せん。沖浦の前に殺された被害者だな。モーマの紹介で 2,3 回は顔を合わせたことがあったかもしれん。紹介？単に酒の席で翔子の方から挨拶しただけだ。ああ、何を話したでもない。くそ、知らばっくれやがって。うむ、伊達、これ以上こいつらから話を聞いても仕方がない。仮に事件に関係していたとしても永遠にとぼけられて終わりだろう。前に進むには何か証拠をつかまないと。そうだな。伊達、突然ですまないが、レムニスから電話だ。繋いでくれ。あ、伊達っち、私、私、頼まれてたオータンの件なんだけどね。なんか北っぽいから連絡した次第なりよ。わかった、すぐに向かう。どこに向かうって？なんでもない、モーマー。それから瀬島、今日のところはこの辺で切り上げる。また話を聞かせてくれ。冗談だろ。さあ行くぞ相棒。了解だ。